お疲れ様です。今日は最後こちらゴブジェイプリンスやっていきます。さあ進化ゴブジェイを、使っていくんですけど、結局このカード強いのか弱いのかってとこなんですけど、微妙俺的にはちょい弱いよりではあるんですけど、世界上位ではね結構使われてますね。単純にその進化ゴブジェイというよりも、デホのゴブジェイがね、優秀です。なのでそんな進化がぶっ壊れとかではないんですけど、普通にデッキとしての完成度も高いし、使われるよねっていう感じですかね。なんでわざわざ進化ゴブジェイにする必要もない気もするんですけど、よいしょ。たまに事故ってくれるよねって感じかな。あとこのプリンスとかかなに対して意外とこの突進がやっぱ強いんで、ここに対してのウッドとかを使いやすい。で使ったところを、ゴブジャイから出てくるゴブリンがなんか事故ってくれるみたいなとこはあるかな。なんで、そういうウッド枯渇みたいな部分ではこの盾の戦士枠か結構ダークプリンスで使われたりもしてますね。正直どっちでもいいのかな。よいしょ。これ許容とかしちゃって。ダガーの癖でね。今までダガーだったらこれ無視するだけでだいぶダメージ入っていたりしたんですけど、どうですかね。微妙と。こういう攻めはやめましょう。変に無視してね、攻めを通そうとすると終わります。今、インフェはボイドで突破して、プリンセスはやなめでって感じかな。さあ、ここちょっと無駄なプリンスになるが、仕方ねえか。結局優秀なんだよ、プリンスはね。ラムとプリンスね。あとは進化ボンか。進化ボンは全然強いな。てか、ゴブジェイのサスリーが悪いときは、進化ボンの削りで頑張りたいね。よいしょ。インフェーターよな。嫌なのか。うわ。これはね、させないと思うんで、一回我慢っすよね。進化ゴブジェイこう見るとヘッポコっすからね。さあ、相手はこれロケットもあるんで、戦うのがむずいね。いや、これ、進化ないとさ、ボンバーで、本当はね、行きたかったみたいな。ちょっとあるか。相手のプリン、ボンバー。いや、ゴブジェイ、いやー、まずすぎるー。俺の進化が。いやー、まだ耐えろっていうことなんでしょうね。無理をすなと。状況把握しろと。突破できんのかな。いやー、ゆっくりだね。さすがに右が本命か。進化ゴブジェイ。いや、これ、後ろから行きます。ここです。いや、それ強すぎる。マジでさ、ウッドを使ったらさ、これ見て。来たゴブジャイゴブジャイドリームあんのか。あるもんなんすか本当に。はい、という怪しい勝利ではあるんですけども、こういうことですよね。本当にプリンスの突進にちょうどウッド使ってゴブジェイからゴブリンはみ出まくってさ、勝つ。理想です。盾の戦士をダークプリンスにした方が、攻めは強くなりますね。けど防衛に関しては盾戦の方が圧倒的優秀かなっていう。だから守りたいなら盾戦だし、俺は攻めを優先したいならダークプリンスだしみたいな。ここはね、どっちでもそうね。
自分は矢の雨ボイドレイジ結構万能なんでね、これで良さそう。よいしょ。まあゴブジェイプリンスほんと組んどくだけで強いんでね、ゴブジェイプリンス組んで、まあ、後ろにボンバーつけるなり矢の雨打つなりボイド打つなり、正直組んどけばいいんで。これ墓石壊せたらもうプリンスゲー悪くない？遅延スケラ的な。やばい、あんま矢の雨とか使いたくない。いや遅延スケラーっすかね。遅延スケラーも懐かしいな。帰ってきた説ある。でもブラスターなんでちょっとわかんねえな。気持ち程度のレイジで、え気持ち程度のレイジ強すぎん。ミリ残りバルキリーが飛んで、えマジ遅延スケラだな。でかっ。さあなんかブラスターもまあ意外といるっすよね。まあゆっくりでいっか。正直まあイモられたら突破できるか怪しいが、まあヤナメボイドレイジ削りね、呪文削りがちょっと強そうなんで、まあなんか適当に形組んで、おお棒ポエ使ってくれるの美味しいか。さあ墓石を壊して、いやーブラスターちょっと強えな。でもまあ縦線でちょっかいかけるぐらいか、暇なんで。呪文削りして、いやこれ射抜いてもいいんじゃない。ケアされない、でかすぎる。しかもこのスキラは、ああちょっと怖いか。いやまあまあまあ許せる。本当に怖いのはどっちなんだいって話だよね。うわーそれまず。いやでもなんか意外と間では880ね、気づけばでかいなそれ。えエイムが、え880か、ちょっと怖いね。いやもうなんか無理やりマジで呪文削りね。矢の雨ボイドレイジ削り、いけゴブジェの背中、でけえ、でかすぎる。はい、さすがにこれはもう端前で止めて呪文ね。よし、まあなんかゴブジェイしか言ったら攻めないんで、まあ、ゴブジェイ通んなかったらね、本当にこの矢の雨ボイドレイジ削り、あとまあ進化ボンか、そこでネチネチ削るのがやっぱゴブジェイは強えな。プリンスが入るとかあったらまあ楽っすけどね。そうない、そうない、まあたまにあるぐらいか。形組んでお祈り。なんかもう後ろプリンスからの端前ゴブジェイとかでも強そうだけど、まあ一旦これ守るか。コウモリかジャイスケラかジャイスパーキーかかな。うおジャイダクネコウモリか、まあスケラっぽいけどね。延命したかったが卵とか残ったりしないか。いやゴーモリ多すぎる。えレイジでカツーン。さあ1200です今ので1200入ります。イカレです、ありがたすぎん。守りたいな。おい逆ね。まあフェニックス強いな、ダークネクロミもコウモリにも強い。まあボイドだけケアできたらマジ無双はできそう。ムズケア、え やばい、ババッがさなんか俺のデッキちょっときつかったな。ボンバーがいないタイミングだったからさあ、ジャイバルンなんや、なるほど。ジャイバルンダクネコウモリボイド、うん
いやー、まあまあまあ、プリンス、これ、刺さんねえかな。いやー、でも、ババか。これ、悩ましいね。バババルーンとかされるだけでちょっと怪しいっていう。いやー、防衛用に出したけどさ。ババが吐ける。いやー、まあいいんじゃない。怖っ。マジでない。ボンバ頑張れお前の出番だ。いやマジできつそう、きつそう。いやしかもなんか縦線がいい感じにさ耐えましたよとちょうど来たわ。熱っ。こんなのも許容して。え、一発入っちゃった。さすがに。おい、ナイス勝つ。いやちょっと怖かったがいいね。まあババもね、ボンバーでゴリ押し突破できる。レア。なんだかんだプリンスもゴブジェイもボンバーも、まあ、全部強いんでね、このデッキに入ってるやつ。強いやつらの詰め合わせなだけではあるが、まあ、手札回すか。なんか微妙な手札やんな。微妙すぎるんだけど、どうしよう。ドリルね。いやー、いいね、縦線。矢の雨とか来なければ。優秀だね。縦線好きなんだよな。ボム。まあここはさすがに落ち着きまして、相手マジアチャあるかもね。マジアチャドリルオールブレーカー的な。ワンチャンオールブレーカーいねえか。ああ、いやオールブレーカーいないやつか。スケもやりゴムも咲いてる。ああ、ドリル防衛事故れ。まあキング起動もあるな、最悪。いい受けや。多分マジアチいると思うんですよね。あー、いましたね。しばっか。で、まあこれボムがあるんですけど、後ろのフェニーがうざいと思うんで、キング起動ぐらいかな。やられて嫌なの。いや、ゴブリン弱っ。いや、コウムリと進化ゴジャイ弱すぎるな。ボムバルキリーにはね、意味がなさすぎる。いやー、これむずいね。まあ相手の攻めも防げるんですけど、俺の攻めもね防がれちゃうんですよね。まあ行くが、やばすぎるそれ。おわ、いやー、キンキンうまいね。いや、一発ちょっと価値高いか。怖っ。いや、もう強すぎる、ジーアチェ先輩。いやー、俺ボンバーもあるんでね、マジゆっくりだな。難しいね。いやー、その進化さバルキリーとかいうカードいかれてない、これ。
何これ。行かれすぎじゃないですかね。いやいやー、これ勝てんのか。無理ゲーな顔してはいる。ワンチェン抜けないかな。無理ゲーでした。いやー強えなー。進化コブジャイさー、バルキリーボームタワーに無意味だな。これちょっと悲しいっすよね。まあ、テスラとかねナイトだったらやっぱゴブリンちょっとね事故る可能性あるけど、弱すぎる。進化ないようなもんだもんなー、ゴブジャイくん。まあボームがあんま流行んないことを祈るか。さあアイウィズスケだとクロスボウじゃないこれ。アイスイズテスラ的な、まあなんか高回転のスケラとかの可能性もあるけども、8割方クロスっすね。またテスラかな。いやマジでね、嫌いすぎるですら。結構下放されたんですけどね、結構下放されたけど強いよねって話だよね。ワンチャントルネ来るけどさすがにか。いやーこれロケとか撃たれたらまずかったりするな。いやーでかい。まあ、適当に耐えまして、暇なんでレイジ撃ってちょっと事故ったり。フェニックス一発ないか。まあボイドでも最悪耐えれるかなって感じかな。進化ボンバー強そうだな。相手の呪文はトルネウッドロケットがデフォですかね。ニワトリスキンね。進化ゴブジャイ来た。いやーあんま強くねえなー正直。いや、このプリンス、せこいの。真正面に来たから、まあ仕方ねえか。いや、これ、キンキャルか。からのトルネで。うわー。やめて。ワンチョン？惜しい。いやー、これ悩むね。ゴブジェイ雑に出したら、陸受けなくなっちゃうんで。削ります。まあ、ロケ削りもあるなー。これ、むずいねー。許して。いやマジこれちょっと強い。いやしかもゴブリンが生まれたことによってちょっとだけ、いや戦いづらすぎんな。これ攻め取るのもワンチャンある。ここまずいね。未来心結構簡単か。いやまあでかい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 。いや最終ロケなんだよな。一発進化ボンバー結構命かこれ。なんかクロス置かれるだけちょっとずつアドは取られるけど、やばマジワンチャンない。呪文削り。いやーでもね、そう本物がいるんでね。いや俺はこれで進化ボンバーを貯めれたのが正解です。よし熱いんじゃない。ちょっとずつ、おやそうなんか
美味しそうな。うわ、どう考えてもレイジ打つべきだよな。走れ、かませ、避けろ、おいおい、こんにちは。はい、さすがに今俺が攻めようとしたところにクロス来たんで美味しかった。ゴブジャイプリンスフェニレイジね。まあ組めりゃ強えな。ウィザードなんか、え、昨日か一昨日かホグフリーみたいな、全然違うやん。当たった覚えあったけど全然違う。ラバっぽいね。もうラバとかだったらね、もう行くだけよ、こんなん。ゴブジェイプリンスボンバーまで行きたいね。ババでも縦線でもボスギでも何でも事故ってくれるでしょう。行ってワンチャンレイジまで考えるか。まあレイジやめとくか。行ってもよかったが、行かなくてもいいね。いやでもこれ相手ボイド強すぎるんだけど、どうしよう。いやボイド嫌だな。もう撃たれてからでいいか。いやいいね。変に行かれてくれてもよかったけど、でこう縦線がいないサイクルなんで、まあ、ババとかはワンチャン使わせられんなら得でしかないっていう。バルキリーでしたね。いて、やべ、まあ、撃つか。さあラバルね、バルキリー縦線か。次でちょっと決めちゃいたい部分もあるか。インドラもあるか。ゴブジェイボンからのボイドまでちょっとあるな。いけ、よし。まあ守れないんでね、この後でも俺結構いっちゃいます。もうキング降りに、いや生まれるぞ。いやー、まあ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 、いやこれボイド使った後だからな。でも耐えれそう。え、あっつ、激アツじゃね。思ってたよりだいぶ耐えれた。ネクスト進化バルキリーね、ちなみに。で俺はここで守ることを決めます。守れるかは知らんけど、守るしかなんか勝ち目がなさそう。ボイドレイジアナメ、え待って、やばい、エムゴール、ボイドの、うっ、一発なら許してください。やめてください、来ないでください、さよなら。あぶね、多分ボイド3発バルーンに単品で当てれれば、多分ボイドプラスのレイジとかで落ちるんですけど、ラバに当たってたわ。この呪文3枚が便利ね。おい、ゴブジェイプリンス打って呪文打つだけではあるんですけど、いやー初手ホグ強すぎるだろう。いやーホグね、ホグまずいな。相手の施設中身重要ではあるか。おー、ゴブリンマイティーの可能性もあるな。一発入るかな、プリンスでも。え、バルキリーよ、ホグガルチアもあるっすわ、これ。バルキリーゴブリンなんで。これロケットとか来る。怖すぎん、このホグ。え、これ守れんのかな。まあ、ロケからの、あーロケあるわ。まあ、さすがにレイジでちょっとブッパーみたいな。え、ちょっとだけでかい。え、結構でかくね。ブッパ成功、やばいか、カウンター。
許された。いやー、ファルチョグね、まだボイドをかませれたらちょっと強いけどね。その方が気に入ってんな。まあウッドで終わるか。いやでもあんま硬さいだけむず。ハルチ飛ぶかな。あとは進化バルキリーっすね。あとロケ削りもあるんで、まあ、俺左を削りたいんですけど、まあ、ちょっと右にもややちょっかいかけます。本命は左ではある。えぐ、でもフェニックスが掴めてない。なんで、いやファルチェがいなかったらさ、みたいなとこない。うわー、いいロケット打ってくんね。いやーでもちょっとずつ流れがね。でかい。まあ、一応ゴブリン、ゴブゴブでゆっくりもう一回組むか。最悪右でもいいっすね。もうまあ、そうな豚が来た。オッケー、完封でかい。いやー、まあ、マジで強すぎんなそれ。これさ、事故るかもね。ガッターン、でいいか、頑張れ。いボンバーマジで熱い。これ終わるやん、呪文で。わぁ、でけぇ、ゴブシャイプリンスか。周りが強いんだ。形組めば基本事故ってくれるからありがてえな。さあ、まあちまちま削ってボンバー回して、まあここはゆっくり行きましょうか。さあウッドね、エレスピね、一応元気するけど、まあクロスっぽいな、もうこのエレスピが。ああ、はいや、はいはい、まあ進化テスラかな。これアーチャーだったら、でもテスラにボイドからのアーチャーに嫌で、そんなコストねえか。え、マスケなんやけど。ふふ、マスケちょっと話がちげえな。アドがちょっとまずい。でもプリンス入ってるけど、来そう、来ないかな、来ないのか。いや普通に美味しいな。じゃあ戦ダメね。カツン1200ダメ、異次元だからな。いやマスケか、ちょっとやだな、やらめ腐るね。まあ、ロケじゃないな、救いか。え、ゴブリン、そう、強くね。進化ゴブじゃいさ、なんか
強えのか弱えのか分かりにくすぎ。今みたいな状況ではちょっといいけど、たまにものすごい弱いんだよ。難しいよ。いやーこのボンバーめっちゃいいな。ボンバー良すぎだろ。結局ボンバーなんですかね。いいカードは。いやゴブリン生まれたのでいけーでいけー強っ。いいね、進化ゴブジャイによってワンパンだったな。はみ出るゴブリンが強いんですわね。さあナイスー。さあというわけで進化ゴブジャイプリンスね、まあ形組んどけば結構事故ってくれるし使いやすい方だと思います。このデッキね、まあ、ゴブジャイ自体は強すぎず弱すぎず、まあまあほんとちょうどいいぐらいなんじゃないですか。まあちょい強ぐらいかな。まあ無理に進化させなくても良さそうかなと思います。よければチャンネル高評価もお願いします。お下またねー。